そんな時のためにはハサミが1本あるといいなと思います。僕が住んでる静岡県浜松市はあったかいんですよね。棒を使ってこうよってやっといて、ピッカラビナでこれを、導線をつけてあります。トゲに気をつけて、こんにちは、直川園芸です。本日お届けするのは、トゲのある植物をなるべく痛くなく結ぶにはです。この間、動画にコメントをいただいておりました。ありがとうございました。ブーゲンビレアがあって、それは結構トゲあるじゃないですか。あれが結ぶ時に痛くて大変だと、何かいいものはないでしょうか。確かにね、紐で結ぶと、最後に、まあ、その名の通り結ばなきゃいけないんですよね。結構手間がかかるんですよ、結ぶってね。でその結んでる間に行ってってなるんですよ。我々も経験ありますが、まあ、ちょっと怪我のリスクもありますので、そんな時、いい方法があります。僕よくやっておりますので、その方法をご紹介したいなと思います。物は何を使ったらいいのか、どういう風な点に注意したらいいのか、どんな結び方をするのか、そんなことをご説明したいと思います。同じようにトゲのある植物でお悩みの皆様、参考になるかと思いますので、ぜひ最後までお付き合いをお願いします。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。さあ、それではまずは用意するものですね。行ってみましょう。まず右から行きます。はい。今回使うのは導線を使います。で、導線もしくはアルミ線でもいいかなと思います。これ太さ何ミリだろうな、2ミリぐらいかな、まあ、2、3ミリのものですね。が一番こう結びやすいんじゃないかなと思います。あんまり太すぎても大変だし、細すぎてもちょっとこうバラに食い込んじゃうような気がしますので、まあ2ミリから3ミリ程度のものを使うといいんじゃないかなと思います。そして大事なのはこの手袋ですね。手袋1枚でだいぶ守ってくれますからね。革の手袋をしてもいいかなとは思うんですが、指先の繊細な感覚が失われますので、なかなか難しいところだなと思います。まあ、手袋一つ用意してください。そしてその左、これはですね、ウエストのポーチですよね。僕はこのモンベルのものを使っていますが、なんかこれに類似したもの、何でもいいです。あるといいんじゃないかなと思います。この中にこうやってハサミを入れることができたりとかね、ここハサミを入れることができたり、こっちの外の方にはスマホなんかも入れれるかな。なんかなかなか便利なんですよ。いろんなものを入れておけるっていうね。ちょっと例えばこの導線を切ったはいいけど、ちょっと短かったっていう時ね。そんな時は、このポーチの中にポイッと放り込んでおけばいいですので、なんかそんな感じにも使えます。そして、ここについてるの分かります?これ。これね、よく見るでしょ。カラビナというものですね。これがあると何かと便利です。僕はここに導線を引っ掛けて、持ち歩くようにしています。なかなか導線、まあ、この中に入れてもいいんですけど、いちいち取り出すのがめんどくさいので、僕はこのサイドにカラビナを取り付けています。これあると便利ですね。そして、はい、ハサミ。やっぱりバラ、今回ハサミそんなに使わないとは思うんですけれど、支柱に、支柱もしくはフェンスなんかに結んでいて、余分な枝なんかが目につくんですよ。あ、切りたいなと思うんですね。だからそんな時のためにはハサミが1本あるといいなと思います。ちなみにこれ、ハンドクリエーションっていうね、ハサミなんですけれど、これなかなかいいですね。最近うちの奥さんがよく使い始めました。おすすめですので、あとまた下にリンク貼っておきますので、詳細そちらをご覧ください。結構太い枝でも、切れますね。さあ、こっち、ペンチもしくはニッパー、この二つどちらかでいいです。どっちか一個ある方を使ってください。あと最後、今回使わないけど、こういった棒ね、先端がクイッと曲がってフックになっています。これは結構大きくなってしまったバラやツルバラなんかをこう枝を結ぶときにちょっとどけておきたい、結ぼうとしている場所にこれが枝がかかっちゃって邪魔っていうときに、手でこうやってやったりすると痛ってなるんですよ。で、だから、まあ、痛いのをなるべく避けるためにも、こういうなんか棒状のものなんかがあるといいと思います。100均のマジックハンドなんかでもね、使ってるお客様もいらっしゃいました。ですので、まあ、何かしらこう棒状のもので、
つるバラ、トゲのあるバラ、もしくはブーゲンビレアなんかをこう避けておけるもの、これがあると一個便利なんじゃないかなと、安全だし便利だなんじゃないかなと思います。さてさて、じゃあこの道具一式揃いましたら、早速作業に移っていきましょう。さあでは、今回はこのつるバラを例にとってやってみたいと思います。できればブーゲンビレアが良かったんですけれど、すいません、ブーゲンビレア手元にないのと私のお客様のところになくてですね、コメントをいただいた方には申し訳ないんですが、本当に申し訳ないんですが、つるバラでやらせていただきます。というわけで、しかしあれですね、僕が住んでる静岡県浜松市はあったかいんですよね。まあ寒いけどあったかい、気温が高めなので、見てください、この葉っぱ全然落ちてないでしょ。まあせっかくなんでこの葉っぱも全部落としましょう。で、完全に冬バージョンにしてから、やりましょう。皆さんもよく、暖かい地域にお住まいの方、こんな感じで葉っぱが残っていたら、僕はね、取っちゃった方がいいと思います。取って強制的に休ませてあげる。これもやっぱりバラにとっては大事なんじゃないかなと思います。ただでさえ日本の、春から秋にかけて気温が高い時期が長いので、バラは休む暇がありません。冬ぐらいしっかり休ませてあげたいなと思います。さあ、じゃあまず葉っぱむしるところからいきましょう。ちょっとね、動画のタイトルとは、違いますが、まあ、そこからやりましょう。さあ、では行きましょう。ですね、今回はまあ支柱に結びますが、皆さん大体フェンスとかね、そういうものだと思います。ですので、まあ、やり方は同じですので、ご了承ください。じゃあまず葉っぱ取りましょう。すごいよね、これ。これ葉っぱ取るときは、新しい芽がもう赤い芽がプチッともうこういうふうにちっちゃく出てるので、それは折らないようにね。無理せずに、あ、ちょっとこれ指じゃビッて取れないかもって思ったら、無理せずハサミ使いましょう。よいしょ。まあでも大抵こう逆にやるとパキッて取れますけどね、こうやってピッてやると。よいしょ。さあこの時もね、怪我しないように気をつけましょう。なんだったらこれ使うといいですね。こういうの棒を使ってこうよってやっといて、ピッてこんな感じね。ほんとね、つるのある植物ってこれが大変ですね。でもね、つるのある植物ほどね、綺麗なんですよ。ねえ、お花がやたらと、まあ、綺麗だからこそトゲがあるね。綺麗なものにはトゲがあると言いますが、その通りかなと思います。さあ、こんな感じですね。よっこいしょ。はい。で、とりあえずまあ、やっと冬らしい格好になりましたね。じゃあ、これを、これに結んでおきたい場合、まあこれはね普通に紐で結べると思うんですが、もっとわーっと伸びていて、作業が大変というものを皆さん想像してください。お願いします。さあ、じゃあこれに結んでいくんですが、あ、ちなみにね、こんな感じです。僕の今の格好こんな感じですね。ここにフィールドポーチ、これをつけてあります。そしてカラビナね、カラビナでこれを、導線をつけてあります。そしてハサミ、ペンチ、これが入れてあります。こんな感じ。そしてグローブをちゃんとするということ。これ、こんな格好でやっていただけると作業がスムーズにいけると思います。参考にしてください。さあ、では作業していきましょう。さて、このぐらいの太さだったら、だいたいこのぐらいじゃないかな、このぐらいの長さ、何センチぐらいかな、10センチちょっとないぐらいかな、10センチだと長いかなって気がします。さあ、これを結びつけます。で、この時に触りたくないじゃないですか、痛いし。なのでここにこうしてちょっと曲げとくといいかな、先っぽこうやってクイッと曲げとくといいです。で、こうしてこれをこう着て、よっこいしょ、よいしょ、これだけ、以上 OK です。これでも取れないはずですよね、外れないです。こんな感じ、簡単でしょ。もう一回アップで見てみましょうか。ここね、ここで先っぽちょっと曲げといて、こうやってトゲ気をつけてくださいね。トゲに気をつけてぐるーんとやって、よっこいしょ、はい、これで OK ね、簡単でしょ。で、注意しなければいけないのは、ここの切り口、ペンチやニッパーで切った切り口ってちょっと尖ってしまいます。
これだけ気をつけましょう。まあ人がそんなに触らないような場所だったらそのままでいいと思いますが、丁寧にやろうと思ったらヤスリね、鉄のヤスリ、あれ用意しといて、ガリガリガリってちょっと削って、ここガリガリガリって削ってやっといてあげると、今後の作業が楽かなと思います。ただ僕それをやらなくても怪我したことがないのでまあ大丈夫かなとは思いますけどね。まあ心配な方はそうやってやってみてください。さあこんな感じですね。細い枝の場合はこのくるっと巻きつけて、結ぶというよりも引っ掛ける感じですね。そんなイメージでいいと思います。でやっていただければ十分結束できます。よっぽど強い風が吹かない限りこれで、外れないと思います。でただもうつるバラもね、ブーゲンビレアも育ってくるとめちゃくちゃ太くなるんですよね。ちょっとびっくりするぐらい太くなる。じゃあその太くなった時の縛り方、これやってみましょう。まあ同じところでこれがものすごく太くなっちゃったっていうのを、という体でやりましょう。よっこしょっこしょ。でその場合はちょっとねこの銅線なりアルミ線を長めに取るんですよね。さっきは7、8センチでしたけど、今度は太さによりますが、そうだね、1周2周ぐらいかな、1周2周できるぐらいの太さに、太さじゃない長さに銅線を切ります。そしてこう同じようによっこいしょぐるっと1周巻いたら、ここでね十字にするんです。こうやってグリって十字にしてキュッと曲げて OK。 こんな感じね。もう一回やります。さあこれをこうしてここでグッと、あんまりきつく縛らないでいいですよ。グーッとやってある程度固定できたら、これをグッとこう十字にして、十字からさらにギューッと曲げていきます。そうするとこうなるんで、これをグイッと曲げて OK ですね。こんな感じにしてあげる。要はこういう感じね、こういう感じでお互いにこう引っ掛け合う感じ、こうしてあげればもうこれなら、これをねグイッて戻さない限りは取れません。なので太くてちょっと風が強いのような場所で心配だなっていう場合は、この結び方をやっていただければ、まあ、完璧じゃないかなと思います。ですので場所、太さによって結び方変えていただければいいと思います。まあ、やってるうちにここはちょっと簡単にくるって引っ掛けるだけじゃダメだなとかね、ここは簡単に引っ掛けるだけで大丈夫っていうのはなんとなく分かってきます。ですのでその場合に応じて結び方、この2種類使い分けていただければいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ注意点、育ってくるとやっぱりこれ窮屈になってくるんですよ。だからよく見ていてあげて、もうちょっと窮屈になってきたかなと思ったら一回取ってもう一回巻き直してあげる。少し緩めにね巻き直してあげる。これが多少ねこう動くぐらいでいいんですよ。あんまりねこうギチギチに結んじゃうとかわいそうなので、もう本当にある程度余裕があるぐらいで、縛ってあげ、結んであげればいいと思います。成長に合わせてもう一回、結び直してあげる、これすごく大事ですので、ほったらかしにしないようにちゃんと見てあげてやってください。あ、それとごめんなさい、もう一つ、ビニールタイってあるでしょ、グリーンのやつ、緑のやつね、針金に、何でしょう、樹脂みたいなのがコーティングしてあるやつかな、あれなんかでもいい、良さそうですが、確かにいいんです。ただ太い枝になってくるとあれなかなか大変ですね。ですので、あとくるっとなかなかやりにくいんですよね。あれ外れてしまう時もあるので、まあ、クレマチスとかそんなんだったら十分です。ですが、ツルバラとかブーゲンビリアになるとなかなか大変で、それこそ何回か巻かなきゃいけないし、グリグリグリって寄ってあげなきゃいけなくもなってくるので、なかなか大変です。強度的に不安なので、
まあ、こちらの方を使った方がいいんじゃないかなと思います。それでは以上です。ありがとうございます。お疲れ様でした。以上、結び方2種類でしたね。これならあんまり痛くないです。だいたいいてって思う時ってね、まあ、バラをこうどける時、まあ、バラなりツーヌルブーゲンビリアなりなんですが、トゲのある植物をこう避けて何かしようとする時のこっちの手、ね、避けた方の手、もしくはなんとかこうしてやって紐で結ぶ場合、結んでる時いてってなるんですよ。でこのどっちかが多いんですよね、大体ね。ですのでそのリスクを減らせばいいわけです。というわけで引っ掛けるだけね、ワイヤーじゃなくて導線だったらくるっきゅってやって OK ですからね。結ぶよりよっぽど手間が少ない。そして、まあ、導線アルミ線は、錆びにくいと、この特徴があります。ですのでつるバラなんか特にね、冬になると剪定と誘引のし直し、この作業があるんですよ。だから紐なんかで結んじゃうとなかなか大変。先日もね、僕が管理してるつるバラの大きい這わしてあるところがあるんですけど、そこに知らない植木屋さんが知らない間に丁寧に結んでってくれたんですよ、何箇所も。まあありがたいんですよ、結んでくださるのはありがたいんですけども、それ僕これほとんど取らなきゃいけないんだよなと思ってね。まあ全部取ったんですけど僕、ね、しかもね、悪いことに黒い白縄でやってくださったんですよね。黒い白菜って目立つんですよ。特にバラって今葉っぱが落ちてるでしょ。だからなんか黒いのが点々点々点ってあるとすごいね、まあ言ってしまうと不細工なんです。だからその辺の美意識もないなと思って見てたんですが、でせめて茶色い白菜使ってくれればねまだ良かったんですが、まあそれはちょっと置いといて、その結んでしまうとほどくのがなかなか難しい。特に白菜ってね、ほどけないんですよ、ギュッて縛っちゃうから。そうすると切って捨てるしかないんですね。まあエコじゃない。その点導線アルミ線だったら再利用できますからね。一回外してとりあえずなんかこの辺にかけといてとか、このさっきのねポーチの中に入れといてとか、でまた取り出してそれで結んでっていう風にできます。ほどかなくていいですからね。もうほどかなくていいというか、こう外せばいいって言った方がいいのかな、外せばいいですからね。何回も再利用できるっていうところが、まあいいところじゃないかなと思います。ですので皆さん結ぶの縛るのがちょっと大変だなっていう場合は、導線もしくはアルミ線なんかを使っていただければいいんじゃないかなと思います。まあそれにしてもくれぐれも、トゲ刺さって、怪我をしないように気をつけてください。少し怖いことを言ってしまいますが、僕のね職人仲間の先輩、トゲが刺さって、まあ、諸事情があって処置が遅れてしまって指一本なくなりましたからね。すごいね、舐めちゃいけませんね。もしちょっと深く刺さっちゃったなと思ったらすぐ病院に行って、外科ですね、外科に行ってください。外科に行って消毒をしてもらって、場合によってはこう切開してね、切って消毒する、中を消毒しないと本当にね大変になっちゃいます。命に関わることになっちゃうので、ぜひ脅かすようなことを言って申し訳ありませんが、くれぐれも、注意をしてください。ぜひやっぱりガーデニング安全に楽しく行っていただきたいですからね。ぜひその点だけは気をつけて作業をしてください。お願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。本日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。